中蘇友好同盟条約は中華民国とソビエト連邦の間に締結された条約。1945年8月14日締結8月24日発行。条約締結条約締結時の交換公文により、ソ連は中華民国の中央政府たる国民政府に対してのみ軍事物資等の援助を行い、満州が軍事行動地帯でなくなれば直ちに、 東北問題を解決すべく、ソ連は撤退し、中華民国国民政府により、行政権が完全に回復されるものと規定された。さらに付属協定では、旅順港と大連港の租借権をソ連に与え、旧南満州鉄道と旧満州国有鉄道である中国長春鉄路を共同管理するとした。また、中華民国は、 国民投票によるモンゴルの独立を認める代わりに、ソ連は内蒙古や新疆の分離や中国共産党を支持しないとした。この条約によりソ連は中国共産党軍に全面的な支援を与えることが制限され、中国共産党は正当な組織とみなさない根拠とされた。中国共産党軍は満州地区での中国共産党軍もしくは八素地軍の 故障が使用できず、林表総司令率いる中国共産党軍は、東北人民自治軍や東満人民自衛軍の名称を使用し、後に東北民主連軍と称して反中化、民国政府活動を行った。ありがとうございます。